ジョゼフ・カルロビア・ジーニは、アメリカ合衆国カリフォルニア州ン・マテオ軍、レッドウッド式出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシカゴカブス参加所属。愛称はジーニー。2011年の MLB ドラフト26巡目で、サンフランシスコジャイアンツから指名され、プロ入り。2012年に、参加の A-9 セーラムカイザーボルケーノーズで、プロデビュー。 A 級オーガスタグリーンジャケッツでもプレーし、2球団合計で23試合に登板して2勝8敗、防御率5.42、99奪三振を記録した。2013年は A 級オーガスタでプレーし、20試合に先発登板して7勝6敗、防御率5.03、79奪三振を記録した。2014年は A 級サンノゼジャイアンツでプレーし、 23試合に先発登板して10勝9敗、防御率4.01、103奪三振を記録した。2015年は AQ リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、23試合に登板して10勝7敗、防御率2.42、84奪三振を記録した。2015年12月10日にルール5ドラフトでトロントブルージェイズから指名され、移籍した。 2016年シーズンは開幕25人枠に残り4月8日のボストンレッドソックス戦でメジャーデビューを果たしたこの試合でメジャー初脱三振をデビッド・オルティーズから記録したルーキーイヤーながらチームのリリーフ陣の中心格となりチーム2位の60試合に登板4勝3敗1セーブ防御率3.06を記録した2017年5月24日の ミルウォーキーブルワンズ戦でメジャー初打点を記録した。この年は先発で18試合、リリーフで26試合に登板したが、3勝13敗、1セーブ、防御率5.34と振るわなかった。2018年はブルージェイズが先発五番手としてハイメガルシアと契約したため、オプションでトリプル A 級バッファローで開幕を迎えた。月日のカンザスシティロイヤルズ戦の ダブルヘッダーの第2戦で先発としてメジャーに昇格した。試合後、トリプル A 級バッファローに降格した。メジャーに昇格した後は、ブルージェイズのブルペンに顔を出すことが多かった。レギュラーシーズンでは、50投板での72回を投げ、4勝2敗で、防御率は6.00と、前年よりさらに悪化した。2019年7月31日に、デレック・フィッシャー。 金銭とのトレードでアーロン・サンチェス、カル・スティーブンソンと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。2020年9月29日に DF となった。その後10月6日にマイナー契約となり、9日に自由契約となった。2020年12月17日にシカゴ・カブスとマイナー契約を結び、2021年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 ありがとうございます。